ではまず最初に本学の全学部が参加した初めての学生 FD イベントの話題です。平成26年2月26日千代田区三崎町にある法学部10号館で学生が変える日本大学をテーマに日本大学学生 FD チャミット2013が開催され学生教職員合わせておよそ150人が集まりました。国際関係学部総合政策学科3年森谷健太です。土木工学科4年の大場舞です。よろしくお願いします。企画運営に当たったのは全学 FD プログラムワーキンググループと各学部から選ばれた20名のコアメンバーの皆さん。学生が主体となり学びの場の質を向上させようという学生 FD 活動の存在を知り正しく理解し各学部に広げてもらおうというのが目的です。まずは何でしょう、ね、学生 FD の前に FD を知らない学生が多分学生、教員職員の方はご存知かもしれないですけれども、学生でそういうの知らない人たちが、みんな知ってもらうきっかけですね。学生 FD の前に FD で FD の先に学生 FD があるとそういうのを知ってもらう機会とともに全学部日本大学の全学部が一堂に会して話をするミーティングをするという場がもうきっかけ作りですねを今回のイベントの目的にはなっております。それでは先生学生 FD っていうのは何なんですか？午前中は本学 OB で岡山大学教育開発センター天野紀樹准教授と分離学部今宮かなみさんの進行による共同企画日大学生 FD 入門が展開されました。そもそも学生 FD ってどんな活動をしてるの？なんか学内でしゃべり場ってイベントをしたり教員にインタビューしてそれを公開してるみたいだよ。もっと授業が良くなればいいのに。ステージ上ではより分かりやすく学生 FD を知ってもらおうとコアメンバーによる寸劇や赤と青の画用紙を使ってのクイズコーナーなどさまざまな企画が用意され参加者は楽しみながら学生 FD とはを理解していきます。特に FD の世界ではですね、成功到底、なんていう言われ方をしたりします。それは関西の方の大学はこういう学生関係の FD でだけでなく FD 関係がですね盛んなんですけれども関東の方はですねちょっと意識が伴ってないというふうな言われ方をします。そういう中でですね、日本大学さんが今回全学を挙げて FD の方をですね推進していくというのを明確にですね表明したということで非常に意義深いイベントではないかと思います。学生の意識が高まると、それはそれで非常にいいことですよね。で、教員側にとってメリットはないのかということなんですが考えてみていただきたいんですけど授業をやったと頑張ってですね教員が努力して授業をやった何にも返ってこないのは一番辛いんですよ。で、やはり学生、FD のようなことをやってですね意識が高くなってきてフィードバックがあってですねやり取りがあるとそれ教員にとってもやりがいがあります。ですから情けは人のためならずではありませんけれども学生 FD は学生のためならずという言い方もできるかと思います。午後からは学生参画型企画と題し小さなグループに分かれ学生、教員、職員が同じテーブルで各学部ごとの授業、教育の具体的な問題点や評価点をリストアップしながら話し合いそこで出た意見や内容が今後の授業にどう反映できるのか改善点や具体策をまとめ上げていく学部ミーティングやオール日大ミーティングが行われました。参加者の皆さんは活発な意見交換の中で学生 FD の考え方やその必要性を自分のこととして肌で感じ取っていたようです。やっぱ他学科他学部と関わる機会というのは少ないので、とても皆さんと議論できるいい機会だったと思います。チャミットによって先生たち自身が何か変わっていくわけじゃなくて生徒が変わらなきゃいけない。多分生徒だけじゃなくて先生も生徒と学生たちと一緒に話し合うような積極性が必要じゃないかと思います。今までだったらなんかいいやって流してたようなこととかも
今回話し合うことによって、なんか流さずにみんなで考えていくべきポイントなんだなっていうのが分かったので、まあ、これがまた広がれば全学的にもいい授業等が向上してさらに質が高まるので、すごいいいことだと思いました。こうやって生徒が意見をこう交わしたこの場の、まあ、この場を参考にして学校側も改善をしていっていただけると非常にありがたいです。やっぱりここで終わってしまっては意義がやっぱ限定されたものになりますので、ここで得た何かをですね、教職員というか学生が、自分の学部に持ち帰ってそこでまた議論をしてほしいんですね。でそういった学生、教職員、学生が一つのコアになって種になって各学部に戻ってそこでまた花を咲かせると、で新たな種を作り出す、こういうことを期待しています。今回の学生フリーチャミットを通して初めて多学科、多学部の方々と学生フリー活動っていうのを推進していくことができましたので、この流れと熱を逃さないうちに次回つなげていただいて、で3年生、2年生のコアメンバーの方も多くいらっしゃいました。でそういった方々がうまく引き継いでいただければと思っています。学生が変える日本大学をテーマに開催された学生フリーチャミット2013。チャミットとはチャットとサミットを組み合わせた造語だそうです。今後の活動に注目したいですね。